アップラシードです。はい、今日は氷のイベントの宝箱を開けていたドレッカーというキャラが当たったので使っていきたいと思います。どういう意味があるやろな、ドレッカーって名前に。まあ、用途もわかりませんが、あ、ヨトウンですね。ヨトウンもわかりませんが、ドレッカーはどういう意味があるやろ。まあ、口の中に目が入ってますね。あ、とりあえずやっていきたいと思います。いきます。あ、まずロケット当たりました。次、大砲です。あ、武器的にもこれ、強そうですね。これは、よし。いいよ。おーおー、危ない。ぶない。あ、ぶない。よし。うわおー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 。大砲とても強いですね。どれか、強すぎ。おえ。ペビ。よいしょ。これ500ぐらい行きたいな、ドレッカーで。よし。よいしょ。危ねえ。うわあ。よし。よいしょ。危ない。あ、でも大砲とても強いですね、やっぱり。あとラッパー銃も使ってみます。おお、ラッパー銃も強いですね。おお、お、尺ボスが簡単にやられました。あ、でもラッパー術強い。よいしょ。お、危ねえ。今のちょっと焦りました。うわ、あ、やっぱり大砲強いですね、ボスの時に。結構どれか持ってる武器が特に強いと思います。あとはロケットかな、当たってないやつ。ロケットまだ当たってないですね。うわ、危ねえ。にゃーじゃない。にゃーとも言えない。ロケット当たってほしいですね。まず大砲で、ラッパー銃。よいしょ。で、スローイングナイフ。え、ロケット当たんないっすよ。ロケットほんまに当たんないっすよ。やば。そろそろロケット当たってもいいんじゃないっすか。そろそろ当たってる。おお、当たらん。ロケット。あ、当たりました。再確認すると、この、なんてキャラだったっけ？このキャラの武器は、スローイングナイフ、ロケット、ラッパ銃、大砲です。どれもとても強いと思います。これな、だからな、やっぱり、やっぱ使ったら多分、400、500、600、700、800ぐらいまでいきそうですね。とても強いと思うので、ぜひ使ってみてください。よいしょ！今日はちょっと、500ぐらい目指したいですね。おー、危ね！よいしょ！うおっと。
大砲でやっぱ強い。ラッパ銃でいきます、ここは。おお、いきました。うおー、押しました。よっしゃ、あと200で500いきます。あー、でもやっぱり、あー、ちょちょちょ